録画の関係でもう一回最初から喋ろう。はい。今始まったんですけど、リオさんが、スタートボタンが効かない。そうそうそう、スタートボタンが効かないんですけどって言ってたら金入れてないっていう。リオさん久しぶりすぎて、もちろん俺はタダゲーだよなって、そういう状況でした。もう家の感じだよね。確かに、ネット対戦しかリオさんやってないから。確かに、家でしかやってないから、もう押したらもうすぐペッて入るっていうね。さあ、初期は KBC。リオさんが、いつもの。いつもの、いつものって言っても数年ぶりなんですけど、アンヘル、ウィップ、アテナちゃん、でまあ相手によって、ウィップとアンヘルの順番をまあ入れ替えてるような感じです。そうですね、あれユリとか使ってますよね。リオはユリを最初使ってたんだけど、どうウィップに変えた。あ、変えた。それはお茶さんの、そう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 、やはりお茶先生、リオがお茶の影響でウィップに変えて、うん、僕がお茶の影響でユリをロバートに変えた、うん、弱くなってんじゃねえかよ。いや、お茶さんがもう強すぎて。いや、お茶さんのね、ロバート強いんだよね、ほんと。まあ、あの人は何使っても強いんだけど、大体。ちょ、リオさんの説明をすると、ファン197、はい、ファン連合のファン197、はい、リオ。リオ、音符。で、はい、一番最初僕一緒にリオと京都行ったんだけど、はい、一番最後のはケロッキューと、なんか、はい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 、言ってましたけど、関東を裏切って関西の強いやつ。ああ、食ったっていう。K69 と、あと誰だっけな、学生とかじゃない、学生さんとか、学生さんかな、オイル、あ、オイルさん、オイルさん、すげえチームだな。なるほど。あ、このゲームね、ビリーも一応強いんですよ。そうそう、いや、おーガードしてる。さすがリオさん、さすがリオさん。いや、ああいう直にレターンを狙ってくる選択肢には敏感。さあ、老眼力でなんとかならないのか、初期先生。さあ、ビリーはですね、キムカッファンとかには本当苦しいんですけど、アンヘルとか一部のキャラにいけるんですよね。だから相性が結構あって、このゲーム 02UM と違って面白いなと思う点が、まあ、いろんなキャラの強さが強キャラ分かれてるので、アンヘルはインファイト強いですし、ジョイボンゲは逃げが強いですし、ビリーはまあまあ、ビリーとかクーラーは牽制が強いみたいな、そういうなんか強さがいろいろあって、まあキャラは壊れてるんですけど、そういう感じのいい感じのまとまり方だと僕は思うんですけど、なんか最近エムラッシュと達也がもうとりあえずゼロニウムいいから無印やるみたいなことを言ってて、なんかちょっと個人的にはちょっと面白いと思うんですけど、人が他にいなさすぎて結局5人ぐらいでやることになりそうな感じはしないでもないですね。そういえばですね、はい、なんで今日無印をやってるかというと、はい、まあ、浜さんが来るっていうのがまあきっかけなんですけど、はい、まあ、最近バーサスで、はい、ゼロに無印の対戦が結構盛んなんですよ。あ、なんからしいですね。で、一応お店の都合としては、はい、このままゼロに無印を盛り上げたいと。おー、なるほど。なので、まあいい動画を一回、まあ上げて、はいはいはい、あ、なるほど、ちょっと呼び込みたいと。あー、なるほどなるほど。確かに、まあ普段は1台か2台で稼働してるんですけど、あの辺で稼働してますよね、よくね。そうそうそう、はいはい、まあ実はもっと増やせるんですよ。あ、そう、人数さえいれば、あのソフトはあるんで。あー、だって俺 KF94 から2002までここの店に全部自分のやつ預けてるもん。なるほど。1台ずつある、絶対。まあそういう経緯なので。なるほどなるほど。いや、僕としてはね、流行ってくれるんだったら全然。一応この動画でゼロに無印のいいところを、はいはい、普段来てない人にも伝えたいっていう、伝えたいって。ここ良くないとこが出てきてるんですけど、これも今全く良くないとこが出てきてますけど。いや、まあなので浜さん、その無印のいいところをなるべく言ってください。あ、なるほど。さっきも言ったんですけど、ゼロに UM って結構まあ経営クーラーネームレスみたいな感じでこうまとまってる、こう強キャラがこうなんか牽制ができてゲージも溜まって一発相手痛いみたいな、そういうのがまとまってるんですけど、ゼロに無印はさっき言ったみたいにこういろんなキャラが強キャラの中でまあいるんで、まあそれでもいろんなキャラがいるかって言うと微妙ですけどそうそう、まあ5、6キャラですけど、その中でもタイプが違うキャラがたくさんいるんで、ダイパスしながら楽しむ分にはまあいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。こういうなんかちょっとよろしくない面がたくさんありますけど、だキムとかだって上とボタンを押して横とボタンを押して波動か竜巻入れたら強いっていう、すごい簡単なキャラで誰が使っても強いんで、そう、ゼロニューエムよりは選択肢があるゲームだと思うんですよね。
例えばさっきも僕これすごい苦しかったですけど、これ相性ゲーとかもよく発生するんで、まあ、チーム構成も、まあ、ソムリエって言葉が一時期流行りましたけど、確かに、はい、キャラがある程度使えた方がいいとは思いますね。まあ、確かに最近あのキャップがよく言ってるんですけど、はい、ゼロニューエムの場合どうしてももう上位層がネームレスでファイナルアンサー出してしまって、そう、ネームレスがいるかいないかみたいな感じになっちゃうんで、数少ない他のキャラ使ってた人もいい加減もう諦めましたって言って、はいはいはい、ネームレスに変えちゃってて、この間決定的だったのが28っていう、はいはい、セストリン使ってる人がいるんですけど、はいはい、28ですらネームレス使ってて、あ、もうファイナルアンサー徐々にリンをネームレスに変えていきたいことを言ってて、ああなるほどなるほど、もう終わりやって、終わりやと。だって対象キャラネームレスが誰がいるんですか、あのゲーム。パオ、まあパオハイデル、うん、あーはーハイデルか、マチュア、あーはいはい、いやマチュアかネームレスさんもネームレス一択でしょ。いやマチュアはね楽しいんですよ、うん、あ、いや楽しい、いや楽しいかどうか別にして、そうですよね。一応このゲームゼロに無印だとキムクランヘルが今最強チームだと思われるんですけど、はいはいはい、ただまあキャラ合わせされたら別にまあまあきついはきついんで、ゼロに無印で言うと対象キャラ、対象を張れるキャラっていうのは誰がいるんですか。一番メジャーなのはチョイボンゲじゃないですかね。チョイボンゲとアテナですけど、さっき挙げた3キャラは誰でもいけますね。クーラー、キム、アンヘルはどのキャラが来てもある程度なんとかなるんで、パワーで、まあ、ゲージがあるの前提ですけど、だから例えばアンヘルを初手にするとビリーとかクーラーがきついんですけど、そうするとビリーだったらキム当てればいいし、クーラーだったら同キャラにするか、まあでもクーラーが強すぎてもう終わってるんで、おっと、だから2-2からスタートですか。あ、ごめん、あれ1-1、あ、ごめん、1-1からスタート。さあここで初期さんがクーラーに変えてきましたね。クーラービリアンヘル、やはりこのクーラーがもう MB が連射できるので、レースピンの無敵がありすぎてもうすごいキャラになっちゃってるんで、まあ、ゲージ差がこのゲームすごいつきやすいんですよね。バネッサは割とゲージがたまる方なんでまだ頑張ってますけど、他はうまい、さすが見てる。バネッサはいやいやなんかおかしいんですけど、バネッサすごい単体で見たら強いけど相性がそれほど良くないキャラがまあいるので、やっぱり他のキャラよりは下がるんじゃないかなと思いますね。でも使っててすごい楽しいですけどね。あー見てる、バックステージ終流。あ、ムレさんだ、お久しぶりです。バネッサといえばね、関西の某何がしさんがなんかクーラバネッサアテナとかっていうチームもゲージがいつまでもあってアテナに回せるんで強いですよね。途中のバネッサで吐いてもいいし、バネッサがまあたとえ死んだとしてもクーラにゲージがたくさんあると、あ、クーラじゃない、アテナにゲージがたくさんあるっていう感じなので、どちらかというとそのゼロに UM のクーラネームレスみたいな感じの、もうどうしてもネームレスにゲージを回さなきゃいけないっていう感じではないゲームですよね。2ゲージぐらいあったらまあまあ結構どうとでもなるような感じの組み合わせが多いんで、ただチョイボンゲだけはゲージがないとただのお子様なので、そこはちょっと気をつけなきゃいけないですけど、そういう面でやっぱり自力1ゲージぐらいまででどうとでもなるキャラっていうのはすごい対照的性が高いですね、このゲーム。なんかアンヘルとか、キムもそうですし、アテナはもうちょっとゲージあった方がいいですけどね。さあこれ吹っ飛ばし、この吹っ飛ばし無敵なんですよね。ガーキャンとフレームが逆になってて、ガーキャンは無敵ないのに吹っ飛ばしは全部無敵っていう。でビリーカーンをやっぱりこの、あー、チョキさんそれ当たんないっす。距離調整が上手い人が使うとやっぱり強いですよね。先端はすごい強いんで、アッパーが3フレーです。さあアテナがゲージパンパンだが、ここで回復できればすごいまでいけるんですけど、が割れない、いやー苦しい。
いやこれで仮にビリーが死んだとしてもうまい。さあアテナ回復できなかったですね。もしこれ回復してたら多分6割ぐらい体力あったと思うんですけど、これでいやこの体力がきつい。ガーキャンですごいきつい。投げる、まあ、さすがかっこいいリオさん。ミスらずに決めれるか。決める。さあこれすごい回復するんですよね。5割ぐらいいったんじゃないかな。これ回復しすぎだろ本当。これあのセリフ聞けそうですね。あ、だがだが、いやー画面足のアンヒラ先。おや脱出脱出投げる。おわるあるよ。なんで魚転がる。ある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 よ。おお、どういう読みがしてた。あーリオさん、やっぱりやっぱりアテナちゃん。そうですよね。なるほど、やっぱりアテナちゃん。なので HP が、リオさんなんで 2-1。 あーごめんなさい、 1-2 だ。いやこのゲームなんかネームレスの小足が刺さったみたいな感じのあっていうのは、まあ、アンヘルの画面足の影響だけなんですけど、なんかなんて言うんでしょうね、3すくみがまあまあ割と他のゲームよりは、他のゲームというかゼロニウム印とゼロニウムと比べると小足がすごい弱いんで、逆にかぶせがすごい強いですよね。昇竜が全然ないんで、どうやって相手の上を取っていくかっていうのがすごい大事なゲームですね。相手の上取ったら大体ターンが継続できるんで、でゲージが溜まりづらいガード側はやられ放題っていう。でそれでやっぱり今使ってるバネッサとか、クーラーとかっていうのは一方的にゲージが溜めやすいんで、自分が先触って触られたら即ガーキャンで、また自分はゲージ溜めていくっていうスライディング、スライディングですね。あー当たらない。さあ逃げ切って、まあ、リオさんのバネッサがいい感じですね。リオさんがわからない。リオさんの紹介は和口さんの仕事でしょう。リオさんっていうのは、はい、8年ぐらい前までブイブイ言わせてた。そうそうそう、8年ぐらい前まで東北の人なんですけど。ああそうです、そうです。大学で宇都宮に来ていて、ファン連合の、はいはい、そう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 、まあ、お茶の弟分みたいな。はいはい、まあ、そうそう、ファン連合っていうのをご存知ない方は多分いるんじゃないですか。埼玉の集団がいたんですよ。埼玉の、あっとこれですね。おっと ミスる。さあこれ即死コンボだったんですけど、実はまあお茶さん、ゴーさん、ケンヤさんがまあバーサスによく来る、はいはい、そうですね、身内なんですけど、はい、まあそれで、まあ、リオはちょっと後の方に来て、はいはい、当時大学生だったんで金髪の上下ジャージで便所サンダルで、おっとイケメンで、いやいかついな。そんなリオさんですね。僕リオさんっていうとあのパンツ一丁でギター持ってる写真っていうのが、あのよく自撮り、まあ、今はスマホでよくやってますけど、はいはい、昔僕らガラケーでガラケーでやってるね。あのリオさんの家で、そう、起き抜けにリオさんにモザイクが必要なような変顔で裸体でみたいなのをして、そう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 、であの、まあ、当時ミクシーとかもまだなかったからな、まあなんかメールで KOF プレイヤーに回してっていう、そうそう、それで一躍有名になったアテナ扱い。そうそうそう、アテナ扱い。あーこんばんは。そうこのゲームはですね、いやまあ大体プレイヤー紹介って黒歴史紹介ですからね、言うたって。確かに浜田さんの黒歴史の紹介します。おいっすよ。あの大パン連合不正自衛管理人っていう名誉ある称号を某方からいただいてまして、いただいて、はい、まあ、浜田さん一時期ひどかったからな、連合員が。そう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 、あの台をバン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 叩いて50円入れてスタートボタンもバンって押すって。そう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 、そうでしょ。だってだ誰叩いてんだからスタートボタン押さない理由ないでしょ、これ叩かない。まあ、まあ、アリス、池袋アリスとかの、そうそうですね、はい、池袋アリスですね。まあ、さあ、リオさん、リオさん、やっぱりさあ、やっぱり、やっぱりかな、やっぱりかな、これはやっぱこの体勢普通につらいんですよね、本当に。横のジャンプの軌道がちょっとね、かわしづらいよね。横の機動力アテナがすごい、
勝ってて、で球は避けやすいんですけど、避けた後の処理がめんどくさいっていう。まあ、浜さん今もダイパンしてるのってコメントありましたけど、今は家でダイパンしてます。一回丸くなった後に、浜いつもみたいにダイパンしろよみたいな空気になった時に、空気を読んでサービスダイパンみたいな、ダイパンみたいな、矢口さんがちょっとみたいな言う振るからバンバンバンみたいなサービスダイパンありましたね。サービスダイパンしてる、まあ、今家でやってますよもちろん。なるほど。自分の台に向かって隣の人から壁ドンされないの？あ、大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。寝ごってんの？大丈夫、その辺は大丈夫です。隣店舗なんで。あ、なるほど大丈夫です。矢口さんね、悪いやつですよまあ、そうそう、この試合もバレッサの NC がすごい強いんで、はい、距離間違わなければいい感じにクーラーの NB に勝てるんですけど、壊しに今度負けちゃうんで、そう、今言ったバレッサの NC の1段目がすごい強いですよね、これ。今3-1ですか、1-3。逆じゃない、1-3じゃない、またじゃない。この年のバネッサはやっぱり、あの判定とゲージの溜まりやすさとコンボっすね。 NC、しゃがみ C、ジャンプ C あたりの判定がすごい強くて、でヘリオンが無敵がついてて、中段と下段からも即死がいけると。ただキムとかの判定が強くて持続があってっていうキャラに、あーっと追っかけたけど、マレスさんダッシュが遅いから他のキャラの感覚で走るとああなっちゃう。そうそう、ああなっちゃうね。ただまあウィービングじゃない、ビジョンで追っかけたら刺さるんですけど。そう、うまい、ジャンプ B からアタック、暴れ潰しで、もうリオさんやっぱり強いですね。あ、魔法堂で対戦させてもらったって、魔法堂北九州のゲーセンですよね。すげえ懐かしいな。魔法堂で対戦したってほんと10年ぐらい前ですよ多分、もはや。でアンヘルはやっぱりこういうダッシュが遅いので、ある程度リーチがあって判定が強めのキャラとやると、ちょっと突っ込んでいかなくちゃいけない部分があるんですけど、やりよう一つなんで、すごい難しいキャラですけど使えたら最強っていう感じのキャラですね。ゼロに UM で言うとどういうキャラなんですかこれ。ごめん全然聞いてなかったいや扱いが難しいけど、いや、アンヘル、アンヘル、ゼロに無印のアンヘルって UM で言うとどの辺のキャラに当たるんですか、矢口さん。まあ、だいぶ下の方ですよ。いやいや、じゃなくて、どういうタイプのキャラですか、こういうタイプのキャラ。あ、同じ感じですよ、もう。でも弱いじゃないですか、言って。さあ、リオが王手をかけました。1-4。あ、ジョン・フーンとかなんですか、同じ立ち位置のキャラって。矢口さん教えてくださいよ、僕に聞いてなかった。はいはい、ごめんなさい、質問がやっと分かりました。ごめんなさいね。まあそうですよね、ジョンが継続できるようになったような感じですよね。そう、相当強いですよね、実際相当強い。だからやっぱりの試合でさっき浜さん無双してましたけどはい、やられてる人ほんとつまんないからねいや知ってる、何もできないし、うん、知ってる。一応画面端で浮いてる時に一応 AB とか押すじゃん、うん、そうね、虚しくなってる、ね、相手がミスったからといって別に状況がそんなに良くないっていうね。あれひどいよね。そうで、クーラーが今ちょっと攻めてましたけど、ちょっと攻めただけでもうこんなゲージ差が溜まっちゃうんで、でこれでクーラー触られたらまたガーキャンでやりたいんですけど、マレッサ側も中ジャンを警戒して NC 打ってますね。で NBNB、 この NB が連打が効くんで、うまく立ち回れるといい感じに壊れるんですよね。これが広告、アーケが永久削除してくれればそのままでもよかったと思うんですけどね。さあこれがちょっと相性的にはウィップがある程度いける体勢なんですけど、あーゲージがないのでちょっと苦しいですね。ゲージが溜まったが、上から、そう、こうやって上から被られるのがこのゲームはすごい辛いです。
対空技、空対空もそんなに強いゲームじゃないですし、地対空もそんな強いゲームじゃないんで、おっと、暴発。さあ、これ美味しいぞ、ジョッキさん。奥攻め取って、壊し。だからウィップ対クーラーと、ウィップの雑魚がすごい高いんで、中ジャンプ D の中段と下段のタクが、できるんですけど、さっきと同じ展開ですね。壊し壊しの後のしゃがみ B がやや遅れて出てくるので、暴れようとすると刺さります。ザキムのジャンプ C 及びジャンプ A かぶせがすごい強いです。その後に出てくる金 C が3フレな上に、ものすごい判定が強くて、しかも範囲もすごい広いんで。そう、固めコンボで30秒なくてゲイ取られてるとすごい返しがきついです。だから、すごい、みんな初手をこのゲームに詰めてるんですよね。だから今初手である程度その差がついちゃうと結構どうしようもないんで、ゼロ 2UM みたいにこうクーラーが途中で頑張って取り返してくれるとか、 K ラッシュ真ん中に置いといて頑張ってくれるってのがあんまりないんですよ。なのでだから真ん中のキャラをどんだけこういい感じに粘れるかっていうのはこのゲームにおける強さの一つのパロメーターかもしれないですね。中堅キャラで頑張るっていう、特に初手だと殴り合いになりがちなので、その殴り合いになってなんかうやむやに終わった後に中堅がしっかりしてるっていうのはすごい安定して見えると思いますね。で大将がそんなに、まあ、一発刺さって終わりっていうキャラが少ないんで、中堅で粘るとか中堅で相手を倒すっていうのはすごい大事だと思いますね。まあまさについさっき私は中継のあたりに相当スコスコにされたんですけど、まあ特に日本においてはキムカファンの同キャラっていうのが初手のある種の聖戦だったので、もうキムに勝った方が KBC のビリとチョイをもう無理やり殴り倒すみたいな、まあこれはアテナがやや勝ちで対象戦。さあこれはゲージが当て長が潤沢にあるので、まあ、あー刺さる2-4。まあなのでキムカッファン同キャラとかで片方がもう何もできずに死んじゃうと、もうその後がもう何もできないっていうのがよくまあ散見されたんですけど、そこで中堅がこのゲームでもクーラーだったりすると結構頑張ってくれたりとかするっていうので、中堅クーラーっていうのは多かったですね。一時期キムクーラーチョイとか、今キムクーラーチョイ多いんじゃないですか。 M ダッシュとか、 M ダッシュ違うの今、 KBC KBC なの、まだクーラーじゃないの、確かに確かに、フミさんがすげえ言ってた、一番簡単に勝てる、確かにボタンが強いからな、みんな。まあ、さっきあとちょっと出てましたけど、いよりも、まあまあ、置き攻めが成立すれば、すごい強いですね。ループ性がすごい強いんで。見えづらいゆりよりと、中下段、下段と、くず風か。から、ことづきの方がダメージが高いんで、その後置き攻めがすごい楽ですね。さあ、クーラー同キャラ勝ったのはワゴン見てませんでした。どっちだ？クーラー同キャラを制してるのは初期。やはりこの辺りは 02UM のジャンプウッドバーから投げを選択しに行ったか。そう、このゲームではやっぱりジャンプウッドバーしか強い強い。なあ、これやはり引っかかる。さあゲージがたくさんあるので触られたらもうガーキャンでいいと思いますけど、そうですね、ガーキャンで押し返してじりじり戦っていくっていうのはクーラーこのゲームでもすごい強いですね。他のキャラがそんなゲージたまらないんで、ある程度安心して戦いますね。ある程度触れば。ただこれがちょっときついですね。この上からが外す。あ、まあ KBC のゲーム、KBC のゲームは KBC のゲームですね。まだまだ。いやー、キムカファン最強キャラの一角なんで、暴力は超えづらいですね、非常に。ただまあ、クーラーとか、しっかり対策を取れれば、クーラーの一方的な試合にもなります。あー、ちょっと危ない。さあ無理やり押し込んで、まあこのゲームですね、最初アンヘルといえば初期さんだったんですけどね、本当に出た当初、そうアンヘルといえば初期さんみたいな。暴れ潰し暴れ潰しで勝ったのは初期。
ちなみにアンヘルのしゃがみシーンが削れるっていう必殺技扱いなんですね、あれ。ちなみに全然関係ないですけど、そうだ削れるよあれ、うん、一ドット削れる、うん、必殺技扱いなのか知んないけど削れるよあれ。で 3B と 3D が必殺技扱いになってて、コマンド保存が必殺技と同じだから暴発しやすい。 3B と何、あのこう下段でこうやって蹴るやつ、で 3D がこの中段、あれが斜めに入れてて相手が飛び越したからって言って出しても壊しにならない。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからな長めに待たなきゃいけない。ハマ何でも知ってんね。このゲーム結構詳しいよ。このゲームは結構詳しいよ。なるほど。なんかこの5年ぐらいずっと KOF が弱いやつっつってバカにしてきて悪かった。なんだと。ゼロニューエムがね。ああゼロニューエム弱いよ。ゼロニューエムがさ、だってやってねえもん。ただの弱い子だと思ったけどできるね。いやー詳しいですよ僕、それなりにやってたんですよ昔。僕はゼロニューエム全くやってないです。1年間にどうですかね、1000円入れるかどうか、1000円も入れないかなぐらい。デュエルの時にしょうがないからちょっとやろうかなっていうぐらい。アテナはかなり強いですよ、まあ、10番には絶対入るでしょうね。ちなみにアテナの NC の発生フレームはヤシロのファイナルインパクトと一緒の速さです。これは決着がついてしまうのか。ついてしまうか。あれあれよ、初期触手。はい、いった。あらあら、まだあるまだあるまだあるよ。あーだがアテナ、だがアテナの投げ。あら、あれですよ。リオ、あれ言って。やっぱりアテナちゃん。やっぱりアテナちゃんでしたね。いただきました。